はい、皆さんこんにちは、ネシです。今日はですね、レールファンですね、プレイステーション3のレールファンで雨で平日朝やっていきたいと思います。なんだこれ、ケーファンもできるの？ケーファン電車発電系とかあるの？まあこれでいきましょう。まあ、よくわかんなかったね。選べんのあれ。まさか201系がアメリカ走るとかそういうわけじゃない。で、リアルプレイも、いちいちタイムかけなきゃいけない。めんどくさい。あ、雨ですね。で、ちょっとじゃあ。で、BGM ちょっとでかかったんで、これをちっちゃくして、行きましょう。これで行こうかな。これでどうすんだっけ？これで、OK。はい。で、セレクトボタンを押すと、ワイパーが動くはずなんで。あれ、動かない。どうなってんのかわかんない。はい。あ、これで、セレクトボタンを押すとね、ワイパー動きます。で、制限25。じゃ、全然わかんない。で、制限55でいいのか。で、55になります。これじゃ全然見えない。何のこっちゃかわかんない。これで行きましょうか。スピード55キロまで出していっていくから。あ、でも電気効かないかな。ちょっと、非常使います。あー OK。 あー、一応 OK 扱いにしてくれた。アーミテージ。ダメ、全然ワイパー窓の曇ってるとこ拭いてくれてないし、拭き取ってないし。制限35。信号35位。スイッチピン。このチャンネルのさ、ドラッグ&プレイ新幹線、ゼロ系同士が連結して走る動画、あれ結構再生回数回ってました。なんか3日4日で1000回超えしたから、あ、そんなすごいなと思って。あんなに受けがいいとは思わなかった。なんかゼロ系6両で連結してゼロ系っていう。なんか特殊な感じの連結だった。並結ってやつ。当たり前に走ってるもんだと思ってたからさ、でも。まあ、毎日走ってるわけではないだろうけど、ホリデー快速みたいに。休日にああいうのよく走るのかなっていう。そういう感覚で、遊んでたんだけど。なんかバブルは、景気のいい頃にああいう編成で走ってたんじゃないか、みたいなコメントをいただきましたけど。あのダイヤがすごいバズってたから。まあバズってたって言っても、まだ今見たら2000回だったけど。このチャンネルにしては2000回はすごい。1週間経ってね。
一週間で2000回なんてなかなかこのチャンネルじゃないから。まだ、まだ結構、時間、距離ある。制限20。全然、前が見えないから、面白くもない。見てる人からしたら何のこっちゃ。制限25。だいぶ遅れてんね。遅らした覚えはない。10秒遅れて、13秒ぐらい遅れて。ワイパーの音がね、メトロノームみたいな感じで。メトロノームというとね、ウクレレ買ったんだけど全然やってないっていう。あ、やべ、失敗した。あ、これゼロになっちゃうんだ。あ、これ一回ミスるとダメなの。ああ、走った。よかったよかった。一回非常かけないとダメなのかなってことは。これがリアルモードなんだ。リアルモードなしだと、オーバーしても、今みたいに停止しないけど、今リアルモードでオンにしてるから、止まっちゃうの。メトロノームは、電子音のなるメトロノーム持ってんだっけ。あの四角いちっちゃい端末のやつね。あの三角の形したメトロノームじゃなくて、あれ結構、お金高いよね。結構高いんだよ、あれ。なんかチン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 うるさいしね、あれ。まだ電子音だったらまだうるさくないかなと。制限解除で、ここから30。で、また15、制限15系。まあ、こういう感じだよね。で、制限に。あと10秒しかない。いや、さっきのあれ、失敗したね。ずっと15キロ出していく。これ今カーブ。全然見えない。収まったら25キロ。わあ、だいぶ遅れてんね。シカゴブラウンラインをご利用いただき、誠にありがとうございました。メトロノームもね、三角型のやつやっぱ3000とか4000とか、まあピンからキリまであるけどね。あの電子音のちっちゃい端末のやつよりは高い。ウクレレもね、やったはいいけど。
ね、せっかく YouTube やってんだからウクレレ披露してもいいんだけど、全然練習してないから。やっぱ野球の練習もやったり、野球の練習別にやらなくてもいいんだけど、サクサク やってないから。野球の練習もしながら、ウクレレやるっちゃら、やるったら、大変だから。いくら時間あっても足りない。YouTube もこうやってゲームで遊んでるし、ウクレレよりはやっぱ電車運転ゲームの方がいいから。制限中国。まーちゃん大豆マートって。だいぶ時間遅れちゃってんな、失敗して。警笛。This is merchandise mark. Transfer to Brooklyn. Oh, what a merchandise mark. This is a brown line train to downtown. なんか跳ね出した。セレクトボタンを押しますと、あれ？あ、停車中は操作できない。制限15か。あ、また暗くなる。まあ、暗くなるだけなんだよ。あ、なんかここ上り勾配になってる。アンゼロって何なの？しかし。セレクトボタン。今止めました。で、また押すと、ワイパーが動く。制限20。で、制限が押し出してるんで。でも、35キロ調子に乗って出すと、もう停止距離、停止位置が迫ってきた。息が迫ってきてる。This is Washington and Bowles. Transfer to Orange Line Train at Washington and Bowles. This is a brown line train to Kimball. OK。もう49ギリギリ。ワシントン DC とかね、言いますけど。でもね、このチャンネルも今日が3月1日なんですけどね、2024年の。610人になりましたね、登録者数。あ、もう駅近づいてきた。987。OK、これでいいでしょ。おお、0センチ。エクセルレントってね、電車で5シリーズだったら言ってくれんだっけ。610人まで行きましたかっていうね。こんなチャンネルでも。それはちょっと意外でした。あ、制限10キロ。カーブかな？曲線が、ああ、カーブが見える。
あと400人でしょ、まあ390人、あと390人。だ1年ちょっと、最近ね、1日に1人ペースでチャンネル登録者数が増えていってるんで。あ、やべ。あ、またゼロになっちゃう。せっかくあれだったよ。一回、非常使わない、非常に入れないとダメなの。だいぶ遅れてる。34秒ぐらい遅れたでしょ。ただ非常入れるだけで発射するんだ。だから制限速度を破るたびにピーってなる。さあライブラリー。This is a ground line train to Kimball. Okay. あと1年ちょっとで1000人超える。今までだって1日に1人ペースで増えることってなかったから。1日1人ペースで増えていくんだったら、ああやっちゃって、もうオッケーです。1キロオーバーだったらまだ許してくれ。1日1人ペースで増えることなんてなかったんだよ。やっぱり600人超え、500人超えたあたりからやっぱ変わってきた。まあ、1日1人ペースで増えていくんだったら1年ちょっとだ。あと1年半頑張らないと1000人超えない。なかなかだ。まあでもそんなやったんだっていう、ね、YouTube5 年か5年続いたってことだよ。2020年からやってるから、あ、まあ4年か、5年目だ。5年か、でも4年やって動画の投稿数が2700で610人だと普通の人はやらないよ。多分普通の人だったら YouTube やめてる。This is Madison and Warren. This is a ground line train to Kimball.まあもうどうしようもない時に YouTube 始めたっていうのがありますから。芸能人が出始めたちょっと後に僕このチャンネル始めたと思うんですよ。まあコロナ禍の影響でね、やっぱ芸能人の方もおうち時間って言ってね、YouTube やる人が増えてですね。それで、もう最悪、始めるスタートのタイミングとしてはね、最悪の時やったんで。まあ、怖いものなしと言いますか、ね。
まあどうにでもなれっていう感じで、今もやってんだけど。やべ、ピーンってわけ。おぉ、用ない。あ、10キロ。制限10。やっぱこのカーブは10キロ以上で行っちゃダメだ。で、制限解除。まあ15キロ出していいってことだよ。あ、でももう停止、もう停車だ。OK。だから芸能人参入する前にね、YouTube やっててさ、美味しい思いした人は結構大変で、あの時は良かったのにさ、みたいな。普通に動画出しても、再生回数稼げたのに。あ、明るくなったっけ。でも500も行くと思わなかったけど、なんかなんとか行ったね。600も行くかって思った。100人超えた時点でもう十分満足だったけど。メンバーシップもね、なんか1円以上稼ぐことできたしね。まあ、流し音楽景品急行さんがね、入ってくれたんで。1円以上ね、稼ぐことはできた。いや、しつこいからさ、メンバーシップが収益化できますって。そんなに言うなら、どうせ、こんなに、ね、チャンネルに収益化できますよって、メンバーシップとかの案内してもさ、絶対、無理でしょ。来ないでしょって誰もって思ったの。まあ、YouTube っていうサイトもね、まあ、ビジネスでやってるわけですから。90円のメンバーシップだと30円ぐらい持っていかれるのかな。それでその手数料でね、 YouTube にお金が入るから、まあ多少は貢献できた。多少って言ってもね、30何円ぐらいでしょ。まあ30円ぐらいか、30円ぐらいね、 YouTube に貢献してる。大したことはないんだけど。あ、15か。制限15だって。でも、ワイパーのその、カンカンっていうリズムが一定でいいですね。子守歌に聞こえるかも。制限20。制限20になる。で、制限25。
こまで行ける。あんまりスピードが出現とまたあれで、オーバーラインしちゃう。制限25が近づいてるし。あんま時間ない。15秒変だ。制限15番。でも見えない。見てる視聴者は全然面白くない。こんな暗い映像見せられて。制限15。あ、ここ距離長い。セジウィック。制限15解除。ここちょっと気をつけた方がいいんで。しばらく経ってから。25km。ここちょっと長い。だいたい歩ける距離だよね、区間の短さ見ると。極端に長いとこある。まあ、ここなんかまさに駅区間が長い。制限25km 出して55km 出していって、制限30。制限25あると。全然息が見えない。でもテレビに近づいてみるとなんとなく風景は見える。あんまりね、テレビに近づいてゲームするとね、怒られるから。なんか、テレビを見るときは、って、ね、明るくして離れてみてねって。まあ、こち亀のね、こち亀のアニメが放送されてたときは、オープニング始まる前にそういう歌が流れてた。次は終点じゃない？そろそろ終点だと思う。はい、出発進行。制限25。次はアーミテージ。あ、制限20。あ、大丈夫。55km。距離長い。制限15。
これで OK だ。で、制限20番。ずっと15。まあ、ずっと15だね、これじゃ。距離が長いな。急に距離が長くなる。まあでもアメリカ、海外の人って結構車通勤の方が主流なんじゃないですかね。大リーグの試合もさ、延長無制限でやるじゃないですか。あれって、野球見に来てるアメリカの人って、車で来てる人が大半だからね。だからそれができんだよ。まあ日本だと車で、まあ来てる人もいるけど、やっぱり鉄道バス、車って様々なんでね。アメリカはね、決着つくまで。だから、途中でスコール、雨が降っても、もう滝、バケツひっくり返したような雨が降っても、中断、簡単に雨で中止にしないもん。もうやむまで待って、そっから試合、また再開とかあるから。まあ、それができるのはやっぱりアメリカ、見てる人、あの、大リーグの試合見てる人って車移動が多いからっていう。それができるっていうね。さあ、もう駅が近づいてきた。だいぶ遅れたな。多分これで終わりだと思うね。あれまだか。まだやんだ。あ、フラートンか。フラートン。また似たような名前ばっかり。制限25。制限15が。まあ海外のねダイヤを運転できるっていう。トレインシミュレーター結構出てんのか、でも。パソコン版とかでね、出てるから。でもね、トレインシミュレーターもすごいよね。JR 東日本か、公認で、スチームだっけ、あれで遊べるもんね。パソコン版もね、いくらか持ってんだけど、トレインシミュレーターで、それ遊ぼうかなと思ってんだけど。南部中間鉄道やってんだけど、結構難しくてね。全然やってない。あ、ここも、こういう、ここ走る。This is はい。あれ？まだあんの？あ、終わりです。リプレイはもう、いいです。そこあと、観光しながらね、やるモードがあるんです。はい、ということでね、まあ、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。